詐欺の営業マンですねを呼んでもらってます。営業を僕が受けてみたいと思いますので、今から潜入になりますね。詐欺グループの闇に迫るっていう動画になります。実は今回ですね、めぐみさんという女性がですね、マルチビジネスみたいなそういうのに引っかかってしまって、100万円の返金を求めてるんだけども返してくれないっていうトラブルになってるんですね。どうやらビジネススクールみたいなものがあると、でこれに入ったら儲かるよみたいな話をされて、実際100万払ったんだけども中身は結構スカスカで、教えてる内容もひどかったと。実際にはこのスクールの内容を営業する、販売する、そういった仕事を勧められたみたいなんですよね。マルチビジネスじゃないのっていうことで、実際に僕が潜入して営業ですね、受けてきました。で最終的には、この100万円の返金を目指して動いて、ね、いきたいと思います。闇をね暴く動画になると思いますので、皆さんちょっと見ていってください。どうぞ。今回、まあ、めぐみさん本人はちょっと騙されたと、はい、一体どういう状況だったのかをちょっと聞きたいんですけど、はい、まずはなんかまあマルチ商法というか、それに似たようなものにちょっと引っかかって、最終的にはいくらぐらい入れてたんですか？110万円。どういったものを買ったんですか？名目上はスクールっていう名目で、うん、マインドとか企業とかウェブマーケティングであったり、こういろんなことが学べるスクールっていうことで。なるほど。勧誘された人が多分いると思うんですけど、その勧誘してきた人とはどういうふうに出会ったんですか？マッチングアプリです。へえ。どんな感じで誘われたんですか？最初会った時はカフェでお茶してお互い自己紹介しただけだったんですけど、2回目会った時にランチをしてて、でいろんな人の話を聞くためにマッチングアプリをしてるっていう話をしたら、なんか自分はもともと何もなかったけど、さんのきっかけになった人がいるから、その人に会ってみたらあなたも変わるかもねみたいに言ってもらって、さんっていう人のもとに会いに来ました。最初にマインドを学ぶっていうことで、それを動画で学んでいく、でアウトプットを講師に提出する。他にもなんかウェブマーケティングであったり、経済、金融知識であったり、物販であったり、こう企業とかマネジメントとか、こういろんなことが学べるスクールとして説明されました。次にその初心者でも学べる投資っていうので、ブックメーカー、ブックメーカーっていうスポーツベッティングのサイトがあって、それをノウハウを使って投資していくっていうものを教えるっていうふうにする。それ聞いて、もうじゃあ入ろうって決断したと。当日に入るか入らないかを決めないと入れないっていうふうに言われて、それがおかしいですよね。クレジットカードで70万円、後からリボ払いっていうので分割払いにして、40万円は現金で支払いました。元気で支払ったんですか？実際に入会してみると、最初マインドから学んでいくんですけど、なんかどこか薄っぺらいなじゃないですけど、セミナーっていう形で、講師の人だけの動画が切り取られていて、いろんなテーマに合わせて講師の方が話していくんですけど、ちょっと違うことをしなさい、なんか周りが遊んでる時に努力するからこそ頑張れる、それだったらこう YouTube とか本とかでもこう学べることいっぱいあるのに、わざわざ110万円払ってマインドの勉強ってこんな感じなのかっていうのが最初の印象でした。まあそういうことだよね。で彼らがまあメインにしてるのがブックメーカーっていう投資なんです。ブックメーカーね。私は全くそれで稼ぐことはできなくて、むしろマイナスになってしまって。マイナスになったの？はい。どれぐらいマイナスになったの？10万円が6万円になりました。あ、4万円減っちゃった。はい。儲かるノウハウを教えてもらったんじゃないの？勝率は 95% って言われてるから。勝率 95% ってすごいですよね。私がやった時は5回に1回負けるペース。まあ勝率としては 80%。 はい。でも5回のうち4回買ってたら普通は儲かるんじゃないですか？1回負けるじゃないですか、その1回の試合で勝てる時よりもマイナスになってしまうんですね。じゃあ4回買ってても4回で得た利益よりも1回で負けた損の方が圧倒的に多くなっちゃうと。はい。警察の生活安全課の方で相談させてもらったんですけど、その時には東京都内の方ではもうすごい数の被害届け相談件数があるっていうのを聞きました。やっぱり消費者センターの方にはよくある後出しマルチ商法だねっていうふうに言われました。そうなんですね。後出しマルチ商法っていうのは、後で何か分かるってことですよね、はい、何が後出しされたんですか？スクールの営業があること自体をスクール受講する前には聞かされていなくて、スクールの営業っていうのは
それを売り込むスクールを売るっていう、そういうことですよね。はい、実際警察動いてるんですか？警察は動いてないです。警察が動けないっていう感じで、契約書がしっかり全て記載されていて、こう法律的に取り締まるのが厳しい状態だそうです。そうなんだ。今から潜入になりますね。ちょっと緊張してますけどね、はい、今から入っていこうと思っています。竹之内です。竹之内、はい、どうもよろしくお願いします。めっちゃ、はい、見たことない。そうですよね、かなりそうだと思います。営業を受けるつもりが到着1分もせず正体がバレる事態に。そこで直接スクールの実態を聞き出すことに。ちょっとお話聞いてて、はい、あのまあスクールっていうものがあると、はい、ちょっとマルチビジネスに近いかなと思ってるんですよね。はい、それかなりですね困ってるって聞いてるんですよ。はい、それどう思われてます？実際にスクール自体は中身がなくって、これの営業活動の方がむしろメインなんじゃないかなって思ってるんですよね。でも実際に入ったら、はい、このスクールに入らないかっていう勧誘したりとかすることを提案されはするんですよね。はい、人によると思います。実際にスクールで学ばれてどういうことを学ばれたんですか？はい、ブックメーカーで、まあ、ある程度商品作れたっていう話を聞いて、はい、スクールで100万払ってあと学んだのが早いなっていう。どうでした？儲かりました？30ぐらいです。30ぐらい儲かったんだ。はい、なるほどなるほど。実際儲かってる人結構いるんですか？人によると思います。はい、特別なノウハウがあるみたいなことを言われてるのかな。そうですね。それは実際どうなんですか？人によると思います。人による。はい、じゃあブックメーカーのノウハウを学ぶためのスクールなんですか？ブックメーカーは、まあ、その収入口の一つって感じです。別にスクールで何を教えてもらってるのかな。ああ、うん、逆にそれで成功されてるっていう話だから、はい、まあ言ってみたらそこで何かためになった話があるんじゃないかなと思って。それがもしないんだったら、それってただ営業活動に持っていくためがメインだったんじゃないよって思っちゃうし、これって法律的に合法ですよって言われたら、はい、それはそうかもしれないです。僕は道徳心の話をしてて、これは道徳的にどうなの？どうですか？100万の価値のあるスクールって結構なもんだと思うんですよ。まあ、どうしてもアンチが生まれるものだなとは思ってます、はい、でもそれアンチじゃないよね。アンチっていうよりか騙されたと思ってる人たちじゃん、まあ、ある意味被害者だと思うんだけど、ビジネスとして違法じゃないことは分かってる、はい、それをね、はい、でもせめてそれこそ X さんは、まあ、信じてやってると思うし、別に自分がめちゃくちゃ悪いことしてるつもりはないっていうのは分かったから、お金返してほしいと思ってる人も何人かいると思うし、大学生もね、なけなしのお金100万円借金してるわけですよ、カードで。やっぱり失ったら自殺する人もいると思ってるんで、はい、今のビジネスやってても、はい、悲しむ人がそんだけいるビジネスって精神衛生上も絶対良くないと思うんで。1ヶ月経った今現状どうなってるかっていう報告を、まあ、めぐみさんにちょっとしていきたいなと思って、ちょっとお呼び立ていたしました。今状況としてはですね、最初に竹花さんにお願いしたんですね。で、相手の詐欺団体の社長さんですねと実はその面識があるかもしれないと。で、その中で僕と竹花さんと相手のですね、詐欺の社長さんがいる状態で今 LINE でずっとやり取りしてたんですよね。ところが返金できませんになりました。で、そこで僕が何をしたかっていうと、あなたたちのやってることは詐欺ですよと、僕としてはじゃああなたの会社の名前出しますねと、半分ちょっとこう脅しみたいになっちゃってるかもしれないんですけども、僕としては事実を公表しますと、それを言ったら、なんとですね、手のひらを返したかの感じで今回は返金対応してくれるということになりました。はい、結果的には一応100万円がすでに戻ってきております。その言葉を聞いた瞬間、めぐみさんの目からは大粒の涙が溢れ出た。まあ、今回これは解決ということになりましたね。本当にありがとうございます。いや、良かったです。はい、もうこれからはね、本当めぐみさん騙されないようにしてください。はい、はい、すごい完成してます。完成してるんですね。はい、勉強うん、いや本当にね、騙される人って何回も騙されますから、ちょっとまだ社会経験的にねなかったっていうのもあるんで、まあ、今回ラッキーと思った方がいいですね。帰ってこないんで普通は、はい、皆さん本当に気をつけてください。まあ、本当に被害者が、ね、出ないようにこれからもちょっとこういう啓蒙活動はしていきたいと思いますので、本当気をつけてくださいね今後は、はい、もう努力はできないですからね、はい、よろしくお願いします。